こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは1970年代に一世を風靡したクールで活かしているバイカー野郎たち、後にそのチームカラーから黒の軍団と言われたクールスについて動画としてお届けしております。僕の動画の特徴はクールスに起きた様々な出来事を史実に忠実に動画としている点です。なのでインターネット上に落ちているような陳腐な情報ではなく、クールスのメンバーが発した情報だけを取り上げ、またその情報を一方向だけではなく違った角度から見比べて動画としております。なぜなら同じことを発信していたとしても発信する人が変わると違った表現になることがあるからです。例えばクールスの前身だったマカオというバイクチームを作るときに、岩木浩一さんと佐藤秀光さんと舘ひろしさんで作ったのですが、佐藤秀光さんによれば岩木も舘もバイクの場の字も知らなかったし、喧嘩の毛の字も知らなかったと表現しております。これにしても佐藤秀光さんからしてみればこれが事実であり現実だということなのです。このように同じことを体験しているにもかかわらず、人が変われば表現も変わるということです。だからここで大切なのはあらゆる方向からその情報を精査することです。繰り返し精査することで事実のもっと先にある真実が見えてくるのです。僕の動画ではその過程を経ている動画なので安心して見てください。さて今回この動画でお届けするのは、村山和海さん、佐藤秀光さん、水口春之さんの人となり、特に性格についてお届けしたいと思います。なおこの記事を書く資料として、とあるクールスファンのブログを参照させていただきました。この方は僕と同年齢でクールスについてブログを発信している人です。僕には大切な宝物がある。それは村山和海、村さんにもらったサイン、水口春之、ピッピさんにもらったサイン、そして現クールスリーダー佐藤秀光さん、秀光さんにもらったサインだ。俺は当時高校生だった。舘さんがクールスを脱退してからクールスはクールスロカビリークラブに改名したんだけど、それと同時に写真集が出たんだ。あれは確か1977年のことだったと思う。実際の写真はこれだ。この写真集は発売と同時に売り切れになるようなものだった。だから俺は前の晩から書店の前に並んで買ったのを覚えている。そんなこんなでやっとの思いで手に入れた代物だったんだ。そしてそれからしばらく経ってから村山和海、村さんが活動拠点を原宿から埼玉に移したんだ。それまで原宿でおしゃれなアパレルや小物を扱っていたお店を閉めて埼玉にお店を移したんだ。その情報をいち早く入手した俺はすぐにお店の情報を調べて電話をした。俺の狙いは今度出す新曲の入った CD だった。村さんがやっているお店なら直接行って買いたかったから。すると電話に出てくれたのはなんと村さんご本人だった。ど緊張した俺はしどろもどろになりながらも CD を買いたい旨を伝えた。すると「あるからいつでもいいからおいでよ、待っているよ」って言ってくれたんです。そして俺はすぐに飛んで行ったんです。あ、こんにちは、先ほど電話した鈴木です。と、よう待ってたよ、 CD でしょ、はいこれ、と取っておいてくれた村さん。すごく気さくで優しい村さん。初対面だというのにコーヒーまで入れてくれて、いろいろと
1時間ぐらい俺のために時間を割いてくれたんです。俺はおもむろに持ってきたクールスロカビリークラブの写真集を取り出し、これが俺の宝物なんですよって言ってみた。すると村さんはその写真を見て一言、へえ、こんな古いものを今まで持っていてくれたんだと、その写真集の表紙にサインをしてくれました。すごくすごく優しい人でした。それからピッピさんがクールス時代の曲をセルフカバーするというアルバムステイクールを買おうと思ったんだけど、買えなく諦めかけていた時、恵比寿にピッピさんのお店があることを知った俺はお店に電話をしたんですよ。そしたら運よく出てくれたのがピッピさんだった。この時もド緊張したけど、なんとか趣旨を伝えることができた。すると俺ん家にあるからすぐにおいでよって言ってくれたんです。翌日学校をずる休みして東京へ、恵比寿に行ったところ、運よくピッピさんに会えたんです。持参したクールスロカビリークラブの写真集、ピッピさんに見せたところ、すごく感激してくれました。見開きにバッチリサインをしてくれたんです。ピッピさんの印象はすごく懐の大きなでっかい人っていう感じがした。次に佐藤秀光さんです。ライブ DVD を買おうと思って電話をしてみたんです。するとスタッフの方だったけど、すごく丁寧に教えてくれました。ライブ DVD なら店にあるということだったんで、日曜日に行くことにしました。店でスタッフの方と話をしていると、奥からなんと佐藤秀光さんが出てきてくれたんです。持参していったクールスロカビリークラブの写真集を取り出し、村さんとピッピさんにサインをもらったことを話したんです。すると秀光さんは、よくこんな古いものを大層大事に持っていたもんだな、普通なら30年以上の前のものをここまで状態よく持ってなんかいられないんだよと褒めちぎってくれたんです。そして心よくサインまでくれました。秀光さんは大人で目の付けどころが違うっていうような感じで、社長っていう感じだったかな。そして俺の宝物となった3つのサインの書いてあるロカビリークラブの写真集、僕にも同じような経験がある。浦さんは埼玉県八潮市に店を移転したんですね。その時僕もお店でばったり浦さんに会ったことがあって、コーヒーを入れてもらったことがあるんですよ。話しやすい人で、そう、物腰がやたらと低いというか、ナチュラルというか、何しろ平らっていう感じの人だったのを覚えています。ピッピさんにもやはり恵比寿のお店で会ったことがあるし、僕の友人の開催したライブの二次会でご一緒したことがあるんですよ。やっぱり勝新太郎さんを親父に持つピッピさんはかっこよかったですよ。何しろ言うことに筋がビシッと通っているんですね。半端ないっていう感じだったかな。ロックンロールっていう感じ。そして秀光さんはお店で何度か会っています。クールスが売れなくなるのを見越してチョッパーを立ち上げ、今でもやっているという先見の明があるというのがうなずける人ですよ。やっぱり社長になる人ですから、人のことを思いやることができるっていうのかな。酸いも酸いも知り尽くして物事をやっているっていう感じかな。まあ大人っていう感じですよ。ということで今回は村山和美さん、水口春之さん、佐藤秀光さんの人となり性格についてお届けしました。それではこの動画が良いと思われたなら、グッドボタンを押していただくと今後の励みになります。またチャンネル登録をしてもらうと、サクッとクールスの情報が手に入れることができますよ。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。
おーちゃんでした。ではまた。